ini lagi bikin schedule buat gimana sih lo kerja? Kau kerja di mana? Nanti masih. Inkjet pun masih sih. Ma, mina no kanri. Ya tuh, ya tuh. Sama tuh lagi itu kan. Ini sih. Orang yang kau macam mana? Orang tak tahu kan? Nah, happy. Sepuluh jam ini cai masih, terima kasih. 11時から11時から、うん、で俺とディアンは、まあ、10時半ぐらいに来たのかな、順番があるでしょ、仕事があるね、最初からこれで、工程を出た方がいいね、順番通りに OKOKOK で、ここから現場撮影が入ります。これはエンドレスラーの終わり。おお、かっこいいやん。デザインは全部手で機械じゃないよ、機械でプリントするじゃないよ。めっちゃかっこいい。で、かっこいいよ、全部。すごいな。めっちゃかっこいいやん。これ、僕思ってるコラボスターどうだろう。これ、いいやんな。コラボスターの。いいやん、いいやん。全然作れる。余裕で。すごいよ。余裕で作れる。これ、結構世界の有名めっちゃ。でも、今は。実際そういう柄、うちプリントしたことある。このデザインで。でもこれ、今は日本とインドネシアコラボはないから、ここに始まってるのか。その柄で着物をしたいな。うん、うん、Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, selamat datang kembali di channel Kuniyo Japan de Gozaru. Jadi di video kali ini aku mau memperkenalkan sedikit tentang Indonesia kepada teman-teman, yang pertama Takuma, dan kita sekarang kedatangan Atarashii Memba. Kuniyo Japan wa Atarashii Memba. Hai, namanya Yuma. Gozo. Yuma da yo. Yuma da yo. Yuma Takuma. Jadi Yuma ini adalah temannya Takuma. Jadi Takuma Indonesia gede, Takuma no shirai de Takuma ga boku ni sokai seteta yo ne. Terus Yuma ini punya Kojo pabrik. Nah, dia juga seperti bos muda ya. Bos muda wa kan. Bos muda wa wakashachou. Jadi dia juga bos muda di perusahaannya. Dan sekarang tadi kita sudah sedikit meeting tentang next collaboration atau sugi wa chotto Yuma no kojo kengaku shimasu ne. Kimono no sukurimasu. Ichi demo kudasai. Kimono no tatsumi ni gozai. Gozai. So, mempersingkat waktu, Yuma no satsui ga Takuma to mae hanashita kedo インドネシア人が日本に行くためのテストを見せたいと思います。はい、日本人に対してどう思いますか。でもその動画を見せる前にはちょっと僕はインドネシアのことも紹介したいと思います。お願いします。お願いします。ユーマも行ったことあるんですね。インドネシア1回行ったことある。小学校15年ぐらい前かな。15年。なんとしていいの覚えてる。15年。この前どこに行った。15年前やろ。まあ、海しか覚えてないよ。その海の名前は知らん。覚えてない、全く覚えてない。まあ、ご飯うまかったぐらいか。それぐらい、うん、それぐらい。じゃあ今からまた教えますけど、タクマも結構インドネシアのこと話してるけど、でも細かい話とかもっともっといっぱい知らないことがたくさんあるから、今はい、紹介する、ね、そうですね。まず今私絵描く、例えばじゃなくて、これインドネシアね。これこんな感じ、いろんな島がある。島があるインドネシア、ここね、なんとなくね。でっていうことは、インドネシアのカピタルシティ、うん、わかる、カピタルシティ
わかるよ。たくまには難しい。都市。おお。日本の高さに。東京。あー、バカにしすぎやってた。ダメじゃないわよ。jadi 日本は東京ですね。インドネシアはジャカルタ。あ、聞いたことある。ジャカルタ。うん。何聞いたことある？ジャカルタね。ジャカルタ。ジャカルタ。で、ジャカルタのカピタルシティのあのここ、うん、これジャワ、ジャワシマ、ジャワ島や、ジャワ島か、そう、ジャワシマ、聞いたことある、聞いたことある、ここはジャカルタね、ジャカルタ、ジャカルタのジャワ、じゃジャワのジャカルタ、そう、ジャカルタはジャワの島にある、おお、でもジャワは三つにある、一、二、ジャワ東、ああ、真中、あとここなんだっけ。ウエステン、ここってなるね。西。西？あ、西。西にあるね。バリはどこにある？バリ。バリ。バリ。はい。はい。その隣の隣。ここの隣。これ？それ。これ？うん。違う。なんじゃその真ん中じゃん。え？その真ん中。それもちろんこれしかないから。じゃあこれ。うん、そう、これはバリ。ここはバリ。バリね。ちょっと間違えたっけ。バリで一番見ないとこちゃんと、まあ、多分いたところは多分バリと思う。バリとバリで、ここめっちゃ有名、あの有名ね、日本人ほとんどみんな知ってる、インドネシアよりバリの方がみんな知ってる。そうだって俺インドネシアとバリ一緒知ったの俺結構数年前違う、だってインドネシアってインドやと思って、インドインド明日のカレーがうまいインドみんなインドっていうのはインドと思ってる、カレーね、うん、違います。インドはインドネシアって、インド、僕の島してる、何か言ってたかな、どこに住んでる、でも前タコマに行ってたけど、えユウも言ってんの、言ってんの、なんか難しい名前なんだ、あ、はい、はいはい、ロンボク、おい、正解、ロンボクっていうのはここにある、ここ、うちこいロンボク、ロン僕ね、ここ、ここにある。パリよりもっと奥に。そうそう。ここもめっちゃ海、綺麗しいご飯、何でも満タンと。満タンね。今度行きたい、一緒にここ行きたい。で、日本はここね、上、上の方。ここからここまで何時間かかるか知ってる？飛行機。行き？うん、帰り。行くだけ。6時間。行ったことないからね。6時、だいたい6時間遠いなぁ。でもなんか寝たら全然、そう、まじ一瞬ここね、だいたいみんなジャカルタにいてもいいし、バリすぐできる、うん、ここまではロンボクはまだないね、飛行機、うん、だから一回ここに行ってロンボクに行く。それどれぐらい？ここ、ここあのバリからバリからここ、うん、20分ぐらい近い近い。何で歩き泳ぐ倍数が飛行機で20分ぐらいすぐすぐ。ここからここまでは2時間近い。でも大体みんなマレーシア行ってジャカルタ、マレーシア行ってロンボクとか。あ、マレーシアを経由する。あ、待って、マレーシア行ったことある？マレーシアここだよ、ここ。めっちゃ近いよ。近いよ。船で行ける。3年前行った。うそ、4年前。マレーシア行った。うんうん、思い出した。何してた？マレーシアのインドネシアか。違う。マレーシアはマレーシア。あれな。マレーシアはマレーシア別とインドネシア。でもマレーシアがあの入るんです、今があのインドネシア。船で行けるレベル。船で行ける。近いんや。近い。シンガポールもっと近いよ、シンガポール。もっと近い。全員インドネシア。え、インドネシアって世界で3本目やね。何が？人口？人口？嘘やろ。マジ。いやいやいや。それインドやろ。え、インドネシア入らないの？中国。トップ10は入れんの？トップ10入る。ああ、そんな多い？多い。270人が。いる。え、270人？奥はいくら？じゃあ3億人。じゃあ、アハバレラ、インドネシア、アメリカにする第4位やって、あ、2010年も。で、インドネシアのめっちゃ島がいっぱいあるね。めっちゃ
何千とかある、うんうんうん、僕の言葉がしてる、うん、言葉、うん、話すときみんな知らん、インドネシア語、インドネシア語ね。でもみんなインドネシア語で喋るけど違う島は言葉は違う。あーはい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 、みんな共通の言語はあるけども現地の言葉もあるっていうことですね。日本だったら大阪と東京とか同じだけどちょっと方言最強化みたいな違う。でもインドネシアは全く違う。全く違う。違う。ここね、ジャワ、バリとジャワね、うん、僕もしこっち行ったら分かんない。そう、ゼロゼロ、何も分かんない。へえ、なんじゃめっちゃ言葉覚えなかったな。だからインドネシア語で話す。ああ、ナンバーワン、共通の。そう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 。配信したいのにな、うん、一緒にいらんやん。えもういらんやんな、その島ごとの言葉は。え、何もういらないやんな。今いるし、いる、いるし、毎日必要。なんでか言うと、あれは、あの、なんだっけ、それが、あの、面白いから、あの、文化。あー、そうですね。なくしたら、よくない。だから、僕、こっち来ると何もわからない。こっち来ると、わかんない、わかんない。本は、ね、全部わかんない。そうなんや。バリ人、バリ人、ロンバコ人、二人喋ると、僕、だからインドネシア人なのに。だからインドネシア語で喋る。あ、そうなんや。お、今度もし来るなら、なんでこの言葉違う、なんでこの人思ってる、すぐ分かる。確かに方言のえげつない場面が。なるほどね、うん、俺らだって関西と大阪とか、あ、関西、東京と大阪でも、うん、ちょっと言い方ちゃうけど分かるの。そう、でもまあ僕らみたいな若者が、例えば北海道のおばあちゃん、おじいちゃんの方言とか聞いたのも分からないと思う。でも、もし行きますって言うなら、北海道なんて言う？行きますとか。なんか言い方あると思うで。なると行きます。え、行きますといろんな言い方です。あ、北海道で？うん。北海道は分からない。分からない。ここは、カエル、カエルの言葉が、帰りますね、帰る。でもここの言葉、ウレって言葉ね。ウレ、ウレ、ここは違う。ムレ、ムレ、ウレとムレ違うやん。ウレ、ウレ、ムレ、ムレ、違うでしょ。だからめっちゃ違うよ、同じだね。 OK。 じゃあ大体そんな感じで、次、NEXT。 なんでか言うと、ここで結構貧乏の人、お金持ちの人とか、うん、まあまあ、なんていう、大体あのみんなここから出たい、うん、出たいっていうのは外で働きたい、インドネシアから違う国に、違う国に働きたい。若い人ね、例えば高校生はてからとか大学とか何しようかなと思って、あの大体みんなマレーシアで働く、はいはい、マレーシア、シンガポール、台湾とか。なんでかこの辺、ここは簡単だから、ビジターが。一番厳しいのは日本。出た。日本と韓国。でも韓国より日本の方が厳しい。へぇ、めっちゃ厳しいよ。行ける人が少ないってこと、確率が。そうそうそう。やばいな。そんな国に育ってしまったの。だから、日本に来る人はめっちゃ頭いい。なんか言うてます。なんか言うてます。賢いけどな、そう。だからその動画を見せたい。のテスト。ここ来るためには多分テストがそんな、厳しいじゃないけど、高校のテストはやばいです。そうなんや。僕ね、360人の中には30人しか日本来れる。あ、僕入ってる。すげえ。いや、だからみんな日本に行くためにはいろいろ勉強しないといけない。なるほどね。文化とか言葉とか、あのフィジックとか、そう。多分俺らも知らなかったけど、インドネシアとかから日本来てる人って、なんか日本行きたいです。え、今行ってきますって。そう、感じだった。そう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 。そう、それは違うよ。できない、それは。
そうなんや。私、あ、今度インドネシアに行きたい、二人みたいな、すぐ明日に行く。そうじゃない。テスト3つ。じゃないと流れ込んでくるの？日本にみんな来るの？うん。それで、あの、あとお金の比べたら高い。お金も高いんや。日本例えば1万、ここは1週間食べる、インドネシア。あ、1万円だ。そうそうそう。1日1000円に切る。1日1000円。安い。朝昼晩。そうそう。安いところで、レストランとかはまた違うよ。だからみんな、ベトナムみたいな、日本にいて1ヶ月働いて、お金貯めて、もう、めっちゃインドネシアに来れる。あ、日本で働いてお金貯めて家建てると。そうそうそ う, そう僕も一緒、うん、いや、ジャパニーズドリームやな。そう、ジャパニーズドリーム行きたい、日本行きたい、行きたい。でもテスト大変、頑張ります。頑張るしかない。そう、よし、ファイナリー。今私がドラムスタイルのテスト。ビザは大変よ。そう思うけど、それやってしまうとみんな来るで。ビビッやな。すごい価格の価格の3万。あとダメ、あとダメ。歯もダメ、あの壊れる歯もダメ。え、壊れる歯ってどういうこと？あ、虫歯。ない、虫歯ある。え、薄いの？うん。あとここね、ピアスとか、うん、ダメ。あかんの？ほんまあかん。え、開いてない？ないよ、私。え、もう完璧人間じゃない？そうだ、